こんばんは、ストーンさん。今日夜なんでね、こうやってこんばんはというふうなご挨拶で始めさせてもらいますけども、いや、ウクライナ侵攻ね、これはね、ロシアはかなり世界中から叩かれてるんではなかろうかと思いますし、今回のロシアに大義はないと言わざるを得ないですね。クリミア侵攻の時もね、なんかちょっと不穏なものがありましたけども、でも今回はね、ロシア国内で戦争をやめろっていうデモ隊まで、自国の国民まで拘束して、で今回ね、プーチン大統領一人がなんか暴走してるような感じですよね。ひどい話だと思いますよ。でウクライナは多分世界中からの同情が集まると思うんで、それこそね、ロシア国内だってね、ウクライナに対してすごく同情的だと思いますよ。だからこれ株価は盛り上がるんじゃないですかね、この人騒動終わった後。かなり支援も受けられると思うんで、だいぶちょっと株式市場は